調査空振については、おおむね計画通り進んできたというふうに考えています。2026年の12月の後期に収まるようにですね、精一杯工事を進めてまいりたいというふうに考えています。昨年の9月までに計画していた133メーターの区間の工事掘削を完了しました。今年の9月頃予定していますが、いよいよ本格的な掘進を進めていくことになりますので、今後も地元の皆様にご理解を深めていただけるよう、さまざまな取り組みを行いながら安全に工事を進めてまいりたい